マヘンドラビール・ビクラムシャハデーブは、ネパール王国の第九代君主。第八代トリブバンの長男。マヘンドラの戴冠式マヘンドラ1920年6月11日、トリブバン・ビール・ビクラムシャハの息子として生まれた。1950年、不王、トリブバンと共に、ダナ家の監視から逃れるため、インドへと亡命した。 その際、マヘンドラの息子ギャネンドラが一時的に最小のラナ家によって王として祭り上げられた。翌年、父と共にインドへの帰還を果たした。1955年3月13日、不王、トリブバンが死亡したことにより王位を継承する。1959年、憲法を交付してネパール初の総選挙を実施した。選挙の結果ネパール会議派が退場し、 ビシュエシュワルプラサードコイララ内閣が誕生した。しかし、改革を進めようとする内閣と、権力を維持したい国王は、次第に対立を深め、1960年、マヘンドラはクーデターを起こして、憲法を停止し、内閣、議会を解散した。また、コイララ首相、マートリカプラサードコイラ,ラ、ラギリジャープラサードコイラ,ラ、ラクリシュナプラサードバッタライ、マンモハンアデカリ、 クンワル・インドラジット・シンハ、ガネー・シュマン・シンハ、タンカ・プラサード・アーチャリア、スーリア・プラサード・ウパディアイラ政党指導者を逮捕し、国王主犯による大臣、副大臣らによる内閣を組閣した。1962年、政党の禁止、パンチャーや都政などを定めた新憲法を交付した。また、首相の任命は国王が言った。以後、ネパールは1990年に、 時代のビレンドラ国王が民主化を行うまで複雑な間接民主制が行われた。マヘンドラは諸外国との国交樹立に精力的だった。1956年にはスイスと1957年4月にはエジプトと同年7月にスリランカと国交を樹立した。また、インドを建制する目的でパキスタンとも外交を樹立した。それより、 先、1955年には中国とも国交を樹立し、1961年にね、中国共条約を結んだ。1972年1月31日、バラトップルで死去した。ありがとうございます。